鈍眼ご視聴の皆様こんにちは。日産 YouTube チャンネル案内人の M です。本日は新商品のご案内です。新商品といってもご紹介するのは車ではありません。日産の各ディーラーではもちろん車の販売お取り扱いしておりますが、その他にもサービスメニューと呼ばれるもの、つまり整備などでご入庫いただいた時一緒におすすめをしております商品がいろいろあるんですね。もちろんこの商品単体でもご利用いただけまして、例えば窓の撥水でしたりとか、あとは車のシートの静電気を抑える、そんな効果のある施工、こういったものもあります。そして今回ご紹介するのがこちら、車室内用抗菌抗ウイルスコートということで、この今月2月から取り扱いが始まりました。こちらについて皆様と一緒に見てまいります。こちら名前の通り抗菌抗ウイルスコートということで、もう何をしてくれるものか分かりますね。はい、車についた、車の室内についた菌やウイルスの増殖を防いでくれるというものなんですね。日産ではこれまでにもこの室内の除菌関連の商品を扱っておりました。それが車両用クレベリン、これも並行して扱っているんですけれど、実は車両用クレベリンとこの抗菌抗ウイルスコート、ちょっと効果範囲が違うんですね。車両用クレベリンで効果があるのは除菌、そして消臭、はい、車室内に付着した菌を除菌してくれて、そして匂いを取ってくれる、そういう効果があるんですね。そしてこちらの抗菌抗ウイルスコートがやるのは抗菌抗ウイルス、まあ、名前の通りですね、まあ、そして除菌効果もあります。除菌と抗菌って何が違うのと思われる方も多いかなと思うんですけれども、はい、除菌というのは名前の通りですね、菌を除くということで、すでについている細菌を除去してくれるというのが除菌なんですね。では抗菌は何かというと、車室内全体をコーティングすることによって菌の付着や繁殖を抑えてくれるんです。でまた抗ウイルスとある通り、細菌だけでなくウイルスにも効果がございます。こちらもウイルスの力を、ここのコーティングに付着したウイルスを無力化してくれるという、そういうコートなんですね。ということで普段からちょっと気になってたんだよねという方ももちろんですし、あとは車の中によく何人も人乗せる機会多いよなんていう方も、こういった商品ご検討いただけるといいのかなと思います。ただし車両用クレベリンにあった消臭効果はこちらはございませんので、車の匂いも気になるし、除菌も行いたい、そういった方は車両用クレベリン、抗菌抗ウイルスコートはこの抗菌抗ウイルスの効果が施工からおよそ3ヶ月保ちますので、長期間このウイルスの対策をしたい、そういった方はこちらの商品がおすすめです。この車室内用抗菌抗ウイルスコート、約15分で作業完了いたしますので、点検の際にセットで行っていただいてもバッチリですし、この抗菌抗ウイルスコートだけのご入庫も歓迎しております。福島日産ではインターネットからもサービスメニューの予約ができるようになっております。こちら概要欄にもリンクを入れておきますので、ぜひご活用ください。車の中も除菌、そして抗菌抗ウイルスで安心して過ごせる室内を作りましょう。日産 YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんので、おすすめしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。